皆さん、アウトドアはお好きですか？今回の動画ではアウトドアアクティビティにおすすめの腕時計、カシオのプロトレックをご紹介いたします。カシオの腕時計といえば磁石が有名ですよね。落としても壊れない時計を作る、そんな開発者の信念から200を超える試作、約2年に及ぶ歳月を費やし、1983年に商品化された G-SHOCK は時計にタフネスという概念をもたらし、誕生以来日本国内外で愛されている時計です。タフな時計製作に立っているカシオの中でもアウトドア専用ラインとして製作されているのがプロトレックです。プロトレックの基本的なコンセプトは Feel the Field、 誕生以来薄く軽くスマートに小型化、省電力化を図り、アウトドア趣味をされる人々に寄り添いながら設計されてきた時計です。プロトレックには自然の変化を感知するトリプルセンサーなど、アウトドアやスポーツの楽しみ方が広がる多彩な機能が搭載されています。この時計のポイントであるトリプルセンサーについて説明します。その名の通り大きく3つの機能がありますが、操作は意外と簡単です。1つずつ見ていきましょう。1つ目の機能として、高度計測、気圧計測ができます。時計に内蔵された圧力センサーで気圧の変化量を計測し、それをもとに現在位置の高度を1メートル単位で計測します。正確な高度が分かる場所で高度計を合わせておけば、移動した後にどれだけ上昇、下降したのか、どれだけ高い場所まで来たのかが計測できます。また気圧変化を読み取るため、気圧変化の傾向が分かり、変更を予測するということもできます。山小屋やキャンプ地に到着した際に気圧を計測し、次に行動する際に再計測することで天気を予測し、安全な下山ルートの確保やタイミングなどを計画できます。また気圧の急上昇など注目すべき気圧変化が起きた時もアラームが鳴るため、何が起きるかわからない登山ルートでは安心して行動できます。続きまして、方位計測です。登山やトレッキングでは自分が今どこにいるのかを把握するのが重要です。プロトレックに搭載されている方位計測機能を用いることで、地図と実際の方向を合わせる、整地することができます。デジタル時計では文字盤に方角が出ますし、アナデジ時計では秒針が北に向き、コンパス代わりになります。さらにポイントとして、プロトレックにはベアリングメモリーという機能を採用しています。計測した地図上の現在地と目標地点の方位を記録させて、目標地点の方位を確認しながら進むことができます。最後は温度計測です。山では高度が 1000m 上がれば記憶が約 6.5 度下がると言われています。現在地の高度を計測した上で温度計測の機能を使えば、効率的な防寒対策を練ることができます。時計を腕から外し、直射日光などが当たらないようにすると、より正確な外気温を測れます。これらトリプルセンサー機能以外にも、ストップウォッチ機能やタイマー、アラームなどの機能が搭載されています。それではプロトレックの時計を3つ紹介していきます。今回共通してタフソーラー、電波受信、デュラソフトバンド、直気圧防水という特徴があります。タフソーラーとはカシオ独自のソーラー発電システム、蛍光灯の光でも発電するソーラーパネルと、それを充電する大容量の二次電池を組み合わせた駆動システムです。電波は世界6カ国の標準電波を受信し、時刻を自動で修正してくれます。デュラソフトバンドは強度を保ちつつ、柔らかいシリコン樹脂を使用し、装着性を高めたバンドです。腕なじみが良いのはもちろん、服の上からも装着が可能です。防水性能も直気圧防水と高く、少々水に濡れた程度では壊れません。それでは各アイテムを1つずつ見ていきましょう。 TRW30 シリーズは直感的な操作ができるデジタルモデルです。右側のアイコン付きボタンがトリプルセンサーのそれぞれの機能を動作させるためのボタンになっています。アナログ時計とは違い、正確な時間や計測値が確認でき、機能性にも優れているため、ストレスなくアウトドア活動を楽しむことができます。 TRW50 と TRW60 はアナデジ時計です。アナデジ時計は普段見慣れている時計同様、時計として直感的に時間を見ることができます。デジタル表記の部分が時計の針と重なる時がありますが、こちらはボタンの同時押しで約10秒間針を二次位置にずらすことができます。文字盤の数字もアラビア数字とバーインデックスで、こちらも視認性に優れており、過酷な野外活動でもスマートな行動を手助けしてくれます。メカニック感のある重厚なベゼルがアウトドアのワイルドさを演出してくれるところもポイントです。いかがでしたか？これからの季節、アウトドア活動が盛んになり、いろんなものを買い揃えたり新調したりすると思います。アウトドアギアとしての腕時計は単に時間を確認する用途だけではなく、
気圧の変化や温度、光学など様々な自然の要素を確認するのにも使えます。ぜひプロトレックもアウトドア用品の一つとして選択肢に入れていただければと思います。この動画でご紹介しました腕時計は岩田屋本店新館4階時計サロンカシオコンセプトショップにてお取り扱いしております。本日ご紹介したプロトレックや G ショックはもちろん海がモチーフのオシアナスや G ショックの上位機種 MRG も取り揃えております。この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録高評価をお願いいたします。ありがとうございました。